おはようございます。渡辺かりんです。みんなの性生活の時間です。この配信は、本当の性の力を、日々の活力に生かしていけるように大切な情報をお伝えしております。ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、それからフォロー、コメント、シェアなどよろしくお願いします。今日のタイトルはですね、第三の唇が2人を幸せな性へというタイトルですが、これはもう最近の私の配信をご覧の方はどういう意味か分かると思いますが、これから今からご覧になった方のために説明しますと、第三の唇とはですね、ここが第一の唇で、第二の唇は小陰唇、大陰唇と書くようにお股にあるところですね。そこが第二の唇。実は昨日ですね、音質アートセラピーというのをやりました。これはですね、女性が自分のご自身の底を見てじっくり観察して絵に描くんですね。で、描いた絵をズームで順番に皆さんで披露するんです。描いてる時にこういう感じが、こういう感情が湧いてきましたとか、書きながらこういうことを感じましたとか、そうやって感想を伝えながら発表して、で他の方からも感想をいただくんですね。それがね、自分が思ってもいなかった視点からの感想で、結果的に称えられるということになるんですね。おまた普段隠してるところですね、パートナーにしか見せないようなところを同性の女性に絵に描いたものですね、描いた絵を見ていただいて、そこに感じたことを言葉で伝えていただくという、これがですね感動します。私も参加しまして、私も絵に描いて、描いた絵お見せできるかな。これですね、これです、今出てる、これですね。これ写真じゃないからいいかなって思うんですけど、ちょっとまたシェアを停止戻しますね。こんな感じで、私で走り書きみたいな感じにしたんですけども、他の方もそれぞれ素晴らしい作品を書いてくださって、その時の心境が現れるんですね。心境って言っても本当の心境です。ちょっとした日々の雑念に揺り動かされる心境じゃなくって、もう雑念の向こう側にある本当の言葉、本当の思いがですね、そこに現れるんですね。なんか自分で鏡でね、自分の顔をチェックしてもわからないことが、お股の第二の顔っていうところは、第二の唇を持った第二の顔ですね。そこはですね、作り笑いとかポーカーフェイスとか偽造できない表情、偽造できないところなんです。感情を偽造できない本心が現れるところで、本心でもの中でも瞬間的に動くようなものじゃなくて、なんかその停留に流れてる安定したものですね。分かります。分かってくださいますか。嬉しいですね。スリーチアインさん、ありがとうございます。コメント嬉しいです。そうです、本心がね現れるんですね。だからいたずらに鏡の中の自分を見て、あ、今動揺してる、困ってるとかじゃなくて、その奥に元に流れてる思いっていうのがお股に現れて、でそれを読み取って絵に描き取って、それを見ると、冷静に見るんですね。お股直接見るってね、ちょっと生々しいじゃないですか。衝撃の方が多くって、で昨日もね、初めてその音質アートセラピーに参加しましたっていう方もね、もう見るだけでドキドキなんですよ。その
その方はスマホで写真を写して、写した写真をよくじっくり観察して何とか書き上げたっていう初めての方なんですけどね、もうねよくぞ参加してくださったって感じですよ。これね、話だけ聞くとちょっとね変態みたいじゃないですか。あ、実行したいです、 ありがとうございました。いやーね、ぜひ昨日開催したって、次回いつやるか分かんないんですけども、ぜひご参加くださいね。チアインさん女性かな、チアインさん女性かな、今日さんもねありがとうございます、来てくださって。女性はね必ずやった方がいいと思います。男性の場合はですね、あんまり熱くならないように、冷やすために風当たりがいいように、風通しがいいように外側についてるんですね、ついてるんですねってもう皆さんご存知のように男性器は体の外についてるっていうのは、あまり熱くしないように冷やすように外に出てるので見やすいですよね。女性の場合はですね、冷やさないように温かくするように体の内側に入ってるんですね。でも出入り口だけは外に出て、その第二の顔、第二の唇があるところですけど、そこをね絵に描いてみんなでシェアしたんですけど、とってもね、私もこれで何回もやってるんですけど、やっぱりやるたびに感動しますね。まあ、特にね自分も描いて参加すると感動します。あ、そうなんだって、あ、そうなんだって、自分ではですね主観が強すぎて気づかないことをですね他の人が教えてくれるので、なるほどって自分を見直すっていう、改めて自分を称えるっていうことがねできるんです。割とね皆さんね自分に厳しい方多いですよね。自分に厳しい方多いですけども、そこの魂の素顔を絵に描いてそれについて感想をいただくと、結局その方の持ってる資質の素晴らしさが現れるので褒められるんですよね。やっぱり承認欲求ってね、他人から承認されても結局自分が認めないと満たされないんだけど、でも自分は薄々感じて、でも言語化する以前のものを他の方から称えられると腑に落ちて納得して、自分でも自分を認めやすくなるので、ぜひねこれ次にやるときはね、次にやるときはぜひ参加してほしいですね。でそのね今私大和の生活サロンっていうのを主催してるんですけど、それに入っていただくと割と自然にそういうことやってみようかなってなって、昨日参加してくださった方も大和の生活サロンの会員の方たちだったんですけども、ね、こうインスタで通りすがりでちょうどタイミングがあってオンジスアートセラピーに参加するっていうのはね難しいので、まあ、できたらスリーチアインさん、スリーさん、女性だったらヤマトの生活サロンにどうぞご参加くださいませ。今日までだと年会費がね、初年度の年会費をとてもお得なんですよ。で初年度でご自分とのつながりが、まあ、出来上がったら、まあ、そんなに長くね何年も滞在しなくてもいいですから、もちろん何年もね会員になって継続していただくこととても嬉しいんですけども、もう卒業かなとか思ったら1年未満でね退会していただいても全然大丈夫ですので、でもできたらねせっかくだから年会費制なので1年どっぷり使って第三の唇を育てることを習慣化されるといいかなと思います。そう、それで第二の唇、第二の顔のことをお話ししましたけども、第三の唇はですね第二の唇を開いて奥の方行って
奥の方の突き当たりにあるのが私がダンスゲームター第3の唇なんですね。あの子宮の唇です。子宮の唇で子宮口と言います。あのポルチオとも、その付近のことをポルチオとも言いますけども、あのそこがもともと日本女性はアクティブだったんです。あの経血コントロールも生理用品がなかったから、あの子宮口と膣口2つの口で締めると、締めて漏らさないということをしてて、あのそういう意識が働くから第三の唇がアクティブに育っていったんですね。でも現代ではですね、あのもう生理用品に垂れ流しにするという習慣が植え付けられていますので、あのそこがね、第三の唇があの活動的に自分の意識とか感覚とそこがつながってる、連動してるっていう方が少ないんですね。でもあの今日のタイトルのように連動して、そこもアクティブにあのハグをするとか、ハグした相手をギュッと振り回すように抱きしめる、こうやってハグしてね、好き好き、大好きっていう、うん、大好きっていう感じで動く、揺り動かす、それが第三の唇でできるといいんですね。まあ、当然第三の唇がそのハグする相手っていうのはあの男性の、 あの性器の先端に当たるんですけどもね、あの愛し合う二人が重なって相手の愛情を感じるという所作はですね、ピタッと密着してじっとすると、それが基本ですね。手をつなぐっていうことも、抱擁する、ハグをするっていうこともそうですし、あのキスをする、口づけもそうですね。ピタッとくっつきます。そこをですね、衝突したり引いたり、こうやって衝突を繰り返す所作で深く相手を感じると、相手の愛情を感じるということは不可能です。それをなぜかあの性行為において一番肝心の2人が合わさる性行為において、なぜか衝突を繰り返すということが定番になってしまってるんですね。不思議ですね。衝突を繰り返すことで相手の愛とか包容力とか温かさとか感じるんでしょうかね。攻撃ですよね。これは相手を破壊する、壊す、突破するとか、まあ、そういう時に衝突を繰り返すということをしますけども、相手をリスペクトして、尊敬して、とっても愛しいという相手に衝突を繰り返すというのはいかがなものなんでしょうか。それはあの衝突する先の第三の唇がですね、硬い、冷えてる、無反応、冷めてるっていう状態ですと、まあ、どうしてもそういう流れになってしまうんですね。何にも反応がなくて、何にもハグもしてこないし、あの距離を保って歩み寄っても来ないとなると、まあね、衝突して相手の反応をあの呼び起こすという動作になってしまいがちなのかもしれませんね。まあ、とにかくあの古来の日本の女性のように第三の唇がアクティブだったら、あの男性もね、衝突を繰り返すという攻撃的な営みはしなくなると思います。あの相手の反応あってのピストンですと、ピストンなので、それより先に女性がですね、あの第三の唇を
目覚めさせればいいわけなんですね。第三の唇目覚めさせましょう。それができるのが私が考案しましたこのシルクのショーツ、股間にたっぷりと空間がある。これですとね、内臓が深呼吸できるんです。子宮も深呼吸できます。腸も深呼吸できるから腸活にもなるんですね。ここがねピタッとくっついてるともう内臓が深呼吸できなくて苦しいんですよ。苦しいのに主がずっとこのピタッとくっついてく下着を与えてるから、もうこれは逃げようがない、だったらもう感覚のスイッチ切っちゃおうってことで不感症になるんですね。でもって経血コントロールしないから第二の唇が無反応。そうしますと自然と連動してます第二の唇もなんかあんまりふっくらしてないとか干からびるとか潤ってないとかそういう風になってしまうんですね。はい、あまりそうだと性交痛とか痛みとか伴いますので、できたらもう第三の唇育てて、で連動してる第二の唇もふっくら艶やかであったかくてっていう状態が望ましいんですね。でそれをするにはまずこれで自由を与えて、でこれで集中力を与えるんですね。筋力がつきます。これつけるヨガといいまして、松陰神に挟んだらそれをグッと角度を引き上げるという、これ挟むだけでは効果がございません。挟むだけですと、例えるとトレーニンググッズの鉄アレイとかダンベルとかを、床に置いたままダンベルをなぜなぜするという、なぜなぜするとかタッチする、触れてるだけ、それがつけるヨガを松陰神に挟んだ状態で、ダンベルを持ち上げる、ダンベルとか鉄アレイをグッと持ち上げることでトレーニングになりますね。同じように松陰神に挟んでこれを少し角度を引き起こす、倒れがちな骨盤がこれをですね松陰神に挟んで少し角度を持ち上げるということで、この意識で骨盤がまっすぐ立つんですね。倒れてた骨盤が垂直に立つ、もうこの小さなつけるヨガに向かって全筋肉が集中して骨盤を正しい角度に支えるっていう、そういう筋肉が働くんですね。でその筋肉、体幹の中に第三の唇が存在するんです。なんか体幹が整って姿勢が美しくなるのと同時に第三の唇も艶やかで潤って弾力性があって熱くなって、でアクティブになる、活動的になって、愛しい人が体の中に訪問してきたらピタッと迎え出てピタッとハグして奥に招いて、好き好き大好きってこうやってギューッと揺さぶるという、揺さぶったりねじったりとかそういうことができるようになるんですね。その時女性も男性も両方がとても幸せを感じるんですね。女性の方はもう幸せホルモンがどんどん放出されるんです、その状態の時って。だからなんか幻想的なイメージがわーっと湧いてくるんですね。天国のお花畑とか宇宙遊泳してる感じとか、その方のイマジネーション次第でいろんな幻想が、幸せな幻想がわっと広がるんです。同時に男性もそういった
活動的な待遇を受けている瞬間というのはとても幸せなんですね。でその幸せは営みが終わって体が離れてもずっと続くんです。お互いの思いが循環しているので常に満たされている感じ。反対にこういう衝突型のはですね、まあ、一時的に高まってわーっと盛り上がってもお互いがエネルギーを放出し合って空っぽになって補い合うっていうのがないので、体が離れたら離れたでもうそれだけなんですね。空っぽに、お互いが空っぽになって虚脱状態みたいな感じですね。スポーツの後のなんかエネルギー使い果たした後の虚脱状態になると。でそれは相手のエネルギーで満たされるっていうことはないので、なんかちょっと冷めると物足りない感じ、こんなんでいいのかなとか孤独を感じたりとかするんですね。空虚になるから。そんなんじゃなくて、やっぱり第三の唇を女性が育てて、お互いが幸せになるのが本来の性のあり方なんですね。その状態を古事記でも表現されてて、漢字4文字でマグはイと言います。ピタッと寄り添ってお互いを整える波がずっと続く素晴らしいものっていう、その漢字4文字にその意味が込められてるんですね。素晴らしい名称だなと思うんですが、今はねカタカナ英語みたいなセックスっていう言葉で営みを名付けられて、まあ、その見た感じのそのものになってしまっていますので、味わい深い豊かな性生活、古代から の深い性生活の間具合に立ち戻った方がいいんじゃないかなと思うんです。でそのために体を解放するシルクの内が発明したショーツですね、それと体を中心に向かって軸を整えるつけるヨガ、この2つを使っていただくといいんですが、これ人に見えないところに使うので、いつの間にか使うのやめたりとか生理が来てとか、例えばなんか旅行に行って、まあ、友達に見られるの恥ずかしいからとか、なんかの機会でちょっと中断して休むと、もうそのまま休んだままになって、あ、そういえばずっと使ってなかったという現象が起こってしまうんですね。でそれを防ぐためにヤマトの生活サロンというのをやっておりまして、初年度はですねお安くなってますので、初年度だけでもねご一緒していただくとちゃんと習慣づくんです。でもって月に1回毎月11日の日、でも11月だけは13日にしますけども、毎月1回ズームでグループコンサルをいたしまして、近況報告していただくんですね。最近つけるヨガをやってるかどうかとか、でつけるヨガを使い出してこんなに変化がありましたとか、そういうことをシェアするので、しばらくサボってる方も他の方のですね、そういういい変化が聞くと、あ、私がねセールストークでいいことばっかり言ってるだけじゃなくって、実際に使ってみる方がいいことが起こるんだなってことをもう直に聞きますと、はじゃあもう一回やってみようってなるんですね。それを1年間繰り返すと必ず習慣になります。もう1年経つ前に習慣化しますので、ご自身でもいろんないい結果が出てくるんですね。やっぱり一番いい結果っていう、続けてらっしゃる方は定期的にパートナーと性の営みをしている方が続いてますね。っていうのは自分の評価だけじゃなくって、自分が快適で気持ちいいとかだけでなくって、相手の方からもね褒められるとやっぱりモチベーション上がるんですね。
でも残念なことに今日本ではですね、ご夫婦の7割がですねセックスレスっていうことでしてない方が多いんですね。まあ、そりゃ当然ですよね。あのこういう攻撃型のピストンセックスなんか、あのお互いのことをもの珍しく思ってる期間でない、そういう時期じゃないとあの、ね、なかなか続かないですよね。結局あれは攻撃型なので、まあ、男性の征服欲を満たして女性は、まあ、征服されることを喜びと捉える方にとってはいいんですけども、その前に気持ちいいかどうかですよね。あの女性でね、あのタイプのを気持ちいいと思う方は、まあ、少ないですね。あの仮に気持ちよかったとしても、あの瞬時にその達成感っていうのは消えて、まあ、すっきり放出してすっきりしたっていう感じはしますけども、なんか愛に満たされるというそういう充足感がないので、あのなかなか続かないです。まあ、絆を断ち切るための一時的な行いになってしまってますね。まあ、当然ですね、ああいうものですから。でなくて、あの私ヤマトの間具合と呼んでるんですけど、第三の唇がアクティブでピタッとお相手と抱擁する、ハグして大好きって揺さぶるっていうね、それが調和する、大いなる調和する間具合ということで、ヤマトの間具合、ヤマト間具合と呼んでおりますが、もうねみんなそれに切り替えた方が世の中が平和になると思うんですね。でこの私の配信を聞いてくださった方はもうねそれをね率先してやられる、実行されるお役目があるんだと思います。あのなのでね、ぜひあのお一人で単独でやってるとね、パートナーがあんまりそういうことにね、もうピストンセックスに洗脳されてもうやりたくないって言ってるとか、そういうことって自分一人の力で突破するの難しいですから、あのサロンに入っていろんな人のお話を聞いて、いやここでめげちゃいけないなとかね、モチベーション上げて取り組んでいただくとか、あとですね、もっとコアなヤマトの生活ラボっていうのも今募集しておりまして、12月1日から始まるんですが、あのもう実は今日までに申し込んでくださった方には新月シリーズのショーツ、シルクのショーツをプレゼントさせていただくという特権がついております。あのお値段にして税込み3万3000円のショーツをですね、今日までに申し込んでいただくと、あのプレゼント、私がその方の成長にベストなデザインを選んでプレゼントさせていただくという特典がついております。まあ、もちろんあのご自身でうちの桜姫のカードをご覧になって、この柄が欲しいっていうリクエストがありましたら、あのそのようにいたします。ぜひ、いかがですか、ヤマトの生活ラボ、これね今日中に決心できないという方でも、11月の15日までに申し込んでいただきますと、新月シリーズじゃなくてスタンダードシリーズの、あの中から、そちらは税込み 1万7380 円の品なんですけども、あのこちらも私がベストな色、こちら文字で折り柄が入っておりまして、その方に一番成長を促すあの色だなっていうものをセレクトさせていただいてプレゼントします。これもあのリクエストがあったらご希望通りの色をプレゼントさせていただきます。ま、入るなら今日中に決心していただくと、あの豪華なプレゼントがつきますので、あのおすすめです。これはですね、100日集中講座で、100日の間にあの実際の対面が2回と Zoom のコンサルが3回ついて、あの寄り添って応援させていただくという、そういうプログラムです。
こちらはですね、短期間100日の間に大和の間具合達成するぞ、えいえいっていう、そういう感じですね。あの1年間っていうとね、長いスパンですと、あのもう最初からあの依存するというか、まあ、いつか先延ばしみたいな気持ちがいい人と、100日っていうことで短期集中がいい方それぞれなので、あのでもね、こういうことって熱があるんですよね。情熱的にやるぞって、やる気になった時にわーっと集中してるからこそできるってことはありますので、ぜひね、あのこれ、今ライブでご覧の方とかアーカイブでご覧の方、本日10月31日にこの日付のうちにお申し込みの方、大和の生活ラボ、10月31日の日付のうちに申し込んでいただきますと、新月シリーズ3万3000円のシルクのショーツをプレゼントさせていただきます。そして、大和の生活サロンも本日中に申し込んでいただきますと、年会費3万3000円のところを1万9800円で OK になりますので、とってもお値打ちで、月に直すと1500円ちょっとなんですね。1500円ちょっとだけなので、とってもお得ですね。ぜひご利用くださいませ。楽しいですよ、うん、なんかいいと思いますよ。この2024年から2025年、ご自身のね、女神性がドーンと開花しますので、この第二の唇、第三の唇あたりが、そこさえ活性化してたら、あとはご自身のひらめき、本能に合わせて行動すれば自然と全部うまく循環していくと思うんですね。なかなかね、あの上の方の頭のお勉強とか心のお勉強とかを重要視して、下の方の基礎を、第一チャクラ、第二チャクラなどの基礎をですね、おろそかにされる方多いんですね。でもそこの基礎が盤石になることによって、心の勉強とか頭のお勉強がこの実生活につながって役に立つっていう、そういうふうに現実の世界で役に立っていきますので、ぜひね、短期集中、本日中にお申し込みいただくと、新月シリーズのそれはそれは素晴らしい豪華なショーツをプレゼントさせていただきますので、本日中のお申し込みがおすすめです。これ私の、インスタのプロフィールのリットリンクに大和の生活サロンと大和の生活ラボのバナーが貼ってありますので、それぞれね、よくご覧になって、今日中にお申し込みになるといいです。お得です。どちらも今日中の判断がお得です。かりんさん、皆さんおはようございます。あ、松さんおはようございます。今コメント気がつきました、ありがとうございます。松さんね、男性ですけど、メンズのシルクのショーツをご注文くださって、これもね、第一チャクラが活性化する赤の麻の葉柄で、すごくね人気があるんですよ。これ麻の葉っていうのは繁殖力が高いから生命力が抜群だってことで、あといろんな古代からいろんな道具に用いられるので、体をね良くする薬草だとか、それとか護身時に使われたりとか、衣服でもね、昔は反物といえば木綿よりも麻の織物だったりするんですよね。いろんなものに使われるから、麻っていうのは素晴らしいということで、麻の葉の織柄っていうのがね古代からあって、その麻の葉の織柄で、しかも第一チャクラの
活性化する色赤、それをねあのお買い上げくださってありがとうございます。ご神事の時とか神社巡りの時とかね、瞑想の時に使ってくださってるってことで、シルクの素材をとってもあのいいとあの評価してくださってありがとうございます。そうなんですね、とってもいいんです。それあの今ねあの、色がね色落ちしない特殊なあの特許製法のしどり染めっていうので染めてあるので、水洗いしても色落ちしない、安心してあのね、あ、ま、松さん、はい、あ、ありがとうございます。あの安心して使える、汗でベタベタになってもあの色がね滲んで表 の, あの服に色移りしないっていう最新型のねお買い上げくださってありがとうございます。それねあの今コストがね高くなってるので、あのとてもいい時にお買い上げになりましたね。で今も同じお値段ですが、もうちょっとしたらねちょっと料金体系見直そうかなと思ってね、あの本当にあの今原価ギリギリみたいな感じの価格なんですよ。あの普通のパンツよりお高いので、あのよっぽどあのうちが利益を乗せているのかと思われると思うんですけども、そういう方もいらっしゃると思うんですが、あのほぼほぼ原価でか、あのね、こんな商売ね してるっていうのがちょっとそれね良心的を通り越して、 あれですね良心的なあの価格というのを通り越してちょっとクレイジーっていう感じですね。そういうあの今そういう状態なので、今のうちにあの買っていただくといいですね。あ、変化の時のため、あ、そうですか、変化の時のためにあの大事に使ってくださってるんですね、ありがとうございます。あのまたね普段使いでもね使っていただくと普段からもうパワーアップしていいですよ。あの思考がね変わっていきますもんね、解放されて解き放たれるから本来の野生の自分っていうのが現れるんですね。野生っていうのはね別にあの野蛮っていう意味じゃないんですよ。あの全く素の、あのいろんな社会の概念とか社会のしがらみに縛られた思考を解き放って、あの宇宙からこの地上にやってきてこういうことしたいっていう純粋無垢な自分が現れるっていう、そういう意味です。それに従って生きていくと一番自分が快適で幸せで、結局周りの人のお役に立つ、あの周りを助けたり喜ばれたりすることになるんですね。もうみんなそれぞれ違う個性を持ってそれぞれ役目が違ってて、違う役目でパズルのように重なり合って合わさって調和して幸せな社会が出来上がると、それが大いなる和する国大和の国の良き文化って、それがねこの長い歴史の中であえて脱線して遠回りの旅をして改めてその大和の国の調和する社会の良さをあの感じれるように、あの今遠回りの旅をしているところなんですが、そろそろあの本流に戻って良さをしみじみと味わうといいですねっていう、そういう時代ですね。あのそのためのツールにうちのシルクのねショーツを使っていただくといいかなと思います。あ、そうだ、松さん、あのループブランドの方もねいいですよ。ループブランドの方はメンズでね、サイドのゴムがあの結びなくてゴムだけなんです。ただゴムだけで微調整ができないので、あの4つのサイズがあるので4つのサイズからご自身に一番快適なのを選んでいただくといいんですね。そちらの方は麻の葉柄という織り柄はないんですけど、日本の赤、あの国旗の日の丸の赤で染めた無地 の, あのメンズのシルクショーツがございますので、あのそっち紐結びがない分着脱が簡単で、あのズボンの
ズボンと T シャツの間から紐がね出るってことないので、そちらも便利ですよ。そうですね、松さんのねパートナー、そうパートナーはまだだったか、これから出会うんだったかな。松さんのパートナーもね、どうかつけるヨガを使う女性が現れるといいなと思いますね。つけるヨガで第三の唇が活性化した方とね出会うと本当にお互いが幸せになるのでね。うちのシルクのショーツを、メンズショーツを履いてくださってる方っていうのは心が開けてとてもいい方ですので、なんかね、出会いが、いい出会いがあるといいなと祈っております。でね、男性もですね、この第三の唇のアクティブな女性と出会ったら衝突を繰り返すっていう、そういう動きはねしないでほしいなと思うので、ね、松さん男性同士でね、先の飲み会の時でもいいですから啓蒙してほしいですね。うちの、みんなの性生活っていうチャンネルをねシェアして拡散していただいたら、男性にもこの第三の唇活性化したお相手と出会ったらむやみやたらな動きはしないという、そういうことをね私常識として広めたいんですけども、こういった話をね表で大きな声でするっていうことはなか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 できないですからね。やっぱり ひそやかにそういう話題の時、そういう話題が盛り上がる場の時に言わないと、なんかただただ変な人、ただそういうこと、そういう話の好きな変な人でドン引きされるとかね、逆効果で周りから人がさっと引いていくという風になってしまいますので、これをご覧の男性の方、どうか男性のね仲間の方にね、このヤマトの生活、みんなの生活で主張している大いなる忘るまぐあい、ヤマトまぐあいというのをですね話題で広めていただけると嬉しいですね。そうするとね、平和な大いなる調和する、お互いが幸せになる営みが広まっていくと思うんですね。それが広まったらもう社会はとても調和する、縄文時代の調和する文化がこの令和の時代に復活すると思いますね。松さん、機会があったら男性の皆さんにねこの動かないまぐあいというのを広めてほしいですね。情報だけでも知っていただいてると、いざそういう女性と出会った時に協力的にねちゃんと正しく展開していただけるかと思います。これね、女性はご自身の第三の唇を育てて、男性はそういった女性と出会ったら静かに味わうと、それを実行してほしいです。あと男性でね、今もうすでにお付き合いされてる女性がいらっしゃったら、もうこのチャンネルとかこのアカウント、インスタのアカウントとかねおすすめしていただいて、で女性お付き合いされてるパートナーの女性ご自身で、つけるヨガとシルクのショーツをですね、男性はですねご自身のパートナーの女性にプレゼントするといいと思います。このつけるヨガだけプレゼントするとあからさまにね、なんか膣が緩いから締めてくれって要求してるみたいで、なんかね角が立つかもしれないので、ちょっとねお値段はしますが、このショーツとこれセットにして両方使ってねって、体を解放するし姿勢が美しくなるから
成人病の予防になるよって、そうやってね、実際これ使った方は便秘が治るとか腰痛が治ったとか、頭痛が治った、肩こりが治ったとか、まあ、いろいろ改善 しましたってね、そういう報告をくださってるんですね。ですからそういういいことがあるよって言ってつけるヨガをおすすめしてみてください。そうしますと割と早いうちに、その彼女がちゃんと使ってくださってたら、愛の営みをするときにもう変わっています。内側の世界がとってもいい風に変わっています。あ、行ってきます。あ、松さん行ってらっしゃい。今日もいい一日をお過ごしくださいね。コメントありがとうございました。ぜひお酒の場とかなんかね、そういう真剣に性の話を真剣でなくても面白おかしくてもいいんですけども、とにかく男性がね、第三の唇活性化した女性と出会ったら静かにしてほしいってことと、お付き合いしてる女性にはうちの桜姫とかループショーツとつけるヨガセットでプレゼントするといいよってことをね、男性のお友達にお話ししてくれると嬉しいなと思います。ありがとうございます。いってらっしゃい。じゃあね、私もそろそろ配信を終わりにしたいと思いますので、女性の方はこの今日中にヤマトの生活ラボ100日集中講座、今日33,000円のシルクのショーツをプレゼントさせていただきます。今日中にお申し込みの方には、それからヤマトの生活サロンに今日中にお申し込みの方には年会費初年度33,000円のところを19,800円にさせていただきます。毎月 Zoom でグループコンサルがあってモチベーションが上がるので、必ずつけるヨガが習慣化して体に良き変化がいっぱい現れます。それからシルクのブラもですね、とってもシルクのブラも今日中にお申し込みいただくととってもお得なんです。オーダーで注文する約半額に近いぐらいお得です。それはただサイズが限定で、アンダーバストが74センチで、カップのサイズが C カップ、それと A カップのアンダー85センチ2種類ですね。あとですね、特別にアンダーが68センチのデイカップっていうスタイル抜群の方の3種類があるんですね。の3つ目 のアンダー68っていうのは私に直にコメントください。カートは用意してないので直コメントダイレクトメッセージでお申し込みいただいたら案内差し上げます。そうですね、私のブログだったかな、ブログかメルマガに、ブラの、サイズ限定のブラのカートをご案内しています。そうですね、ぜひご利用くださいませ。今日中に決心されるのがお得です。ありがとうございます。ではですね、そろそろ配信終わらせていただきますので、チャンネル登録、高評価ボタン、インスタの方はフォロー、コメント、シェアしていただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございます。では今日も良い一日をお過ごしください。失礼します。